どうも山上です。続きやっていきます。龍が如く極みを、いや話そう。謎の少女はるかちゃん、すぐにアレスに行く。アレス準備してくる。こういう準備系ってさ、もうバトルでしょ。どうしよう、回復系余って、いや準備してこよう。いや準備してくる。了解、準備できたら教えてね。かわいいな、もう尻に敷かれてるじゃないか、はるかちゃんの。ちょっと持ち物チェックしていい？あ、そうだ、能力強化もしないとな。そんなできないけど、オッケー。いや、こんだけありゃさすがにいける。皿皿もういらんだろうが。紙で作られた皿、ポケットティッシュ、何かと便利な。いつか使うのかな。まあ、こんだけありゃさすがの私もいけるんじゃないか。はるか、お前のママを探そうよ。おじさん、すぐにアレスに行く？ああ、出発だ。ああ、出発しよう。じゃあ行こう。すごいよな、キリュウちゃんにもビビらないって。ハルカちゃん肝据わってんね。行こう。もうハルカちゃんについていくんだ。こんな少女についていく。お話しかけられている。俺もつい最近知ったんだ。まさかあの場所にあんなでかいビルが建ってるとか。キャッチくんなよ。あの場所？昔いろいろあった場所だ。何があったの？この街にねえ、キリュウちゃん、何があったのか聞いてよ、はるかちゃんに。ちょっとはるかちゃんも聞きなさいよ。おじさんはなんで母さんを探してるの？話すと長くなるが、俺は弓を探しているんだ。もう紛れ込んでるな、若者に。はるかちゃん見失った。はるかちゃんどこ行った？お前のお母さんなら何か知ってるんじゃないかと思ってな。そうなんだ。あ、これあれじゃん、青木だよな、青木。どこ行っちゃったんだろう。お前はどうしてお母さんを探しに来たんだ？ずっとこのペースで歩く、はるかちゃん。もうちょっと早く行ってもいいよ。あ、いいよ、いい、ポリスメンだ。ちょっとちょっと、あなたたちどういうまあ怪しいわな。え、どういうって？で、何、あなたこの子のお父さんか？まあギリお父さんでいける。いや違う、逃げる。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、絶対逃げちゃダメだろ、分かってんだよ。いや違う。そうだな、普通に正直に答えていいか。何もやましいことはないもんな。いや、違う。うん、お父さんじゃないのにこんな時間に女の子を追いかけてるの？そうか、世間から見たら追いかけているように見えちゃうの？逃げるどうしても逃げさせようとするじゃん。いや、私は逃げないよ。面と向かって追いかけているの？追いかけているわけじゃないよな。もういや違うで通す。否定の男になろう。ダメだよ、嘘ついちゃ。こっちは見てたんだから。うるせえな。二人とも悪いけど交番まで来てくれる？逃げた方が良かった。これダメだよおじさん、私ひまわりに連れ戻されちゃう。そうだな、そうだな。まあその辺も署でゆっくりね。ほら行くぞ。逃げよう、やっぱ逃げた方が良かったな。キリュウちゃんどうする？逃げよう。ごめん、選択間違えたかな。っていうか逃げるのはどうなの？大人なら話し合いで解決。今逃げようとした、ね、バレてるもん。やっぱ公務員はちげえわ、観察眼がある。なんで逃げようとするんだね。あん、あん、キリュウちゃんどうする？はい、そこまで。あ、どうぞ。なんでだよ。ヒマワリさん、なんだい？これ以上お父さんのこといじめないで。あ、やだ。お父さん見た目の割に気が小さいの。だからさっきから動転しちゃってて。はるかちゃんすごい。父に代わってお詫びします。だからもういじめないでください。あんた演技派ね、主演女優賞。じゃあ本当にお父さんなんだね。そうなの？お父さん、あんたいい娘さん持ったね。あんたももうちょっとしっかりしなくちゃな。すいません。もういいですか？ああいいよ。はるかちゃんしっかりしすぎて怖いんだけど。ちょっと見た目は子供、頭脳は大人系じゃない？変な薬飲まされてないか？手紙を届けに来てくれたんだ。お前俺ちゃんと言った方がいいぞ。お母さんからの手紙、毎月ひまわりに。
最近ユミに変わった様子はなかったか？変わった様子？絶対怪しいよな、このついていき方。何があった？ユミお姉ちゃん、最近シャンプーを変えたかも。髪の毛すごくいい匂いしてたね。最近だよね。記憶なくなってるんじゃないの、ユミちゃんって。そっか。そっか。やっぱシャンプーの香りに気づくのは女の子だな。ませてるな。さて、なんだっけ、アレスだっけ？ここだよ、おじさん。ミレニアムタワーか。でけえなあ。うわあ、この光は残業の明かりなんだよ。わかってるか？大人たちが頑張って働いているから電気がついている。そういうところもわかっていこうな、はるかちゃん。すごい立派なビル。この中に店を構えるなんて簡単にできることじゃない。確かにな。家賃とか高いだろうに。そうだな。私こんなに高い建物登ったことないよ。かわいい。上からはどんな景色が見えるのかな。そうだね、そうだね。東京中が一望できる。もういいか、入って入って、話は終わりだ。ごめんな、はるか、案内ありがとう。そういや、さっき警官に呼び止められた時、よくとっさにあんな嘘を思いついたな。私とおじさんが親子だってこと？いくつなんだろう、年齢は。別におかしくないでしょ。大した名演技だったぜ。なあ、本当だよ。将来は女優になれるかもしれない。いや、私もそう思ってた。さすがにそれは無理だよ。いや、可愛いし、いけるよ。俺もいつの間にかそんな年になっちまってたのか。子分ならまだしも小学生の子供か。うん、想像もつかねえな。10年間無所入ってたもんな。子分の方が想像つかないよ。10年って長いよな。だってな。で何ここですみたいな顔すんなよ。入んのか、何回か知ってるか、そこ大事だぞ。一回一回回っていくのは無理だぞ。 60? ちょっといい？ん？何してるんだ？おじさん、60回押して。今何した？あ、お前黒の組織じゃなかろうな。押せる。はるかちゃん何者なんだよ。驚いたな、暗証番号か。なんで知ってんだ。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。へえ、教えちゃったんだ。ありがとうだね、それは。しかも最上階に店持ってんの？緊張するね、はるかちゃんのママ。どんな店なんだろうな。あ、ちゃんと立派なお店じゃないですか。これママ店長やってんの？やる、グランドピアノもある。やーべえなー。入って大丈夫か？怖い人出てきそうじゃないか。見る。お城みたいに広いね。何を見る？今日は丸ごと全部だなんて、大した店だ。はるかちゃんについてけ。バブルの頃でも見たことねえよ。待ってんじゃん、ごめんな。そのなんだ、景気が良くて日本中みんな金持ちだった頃だ。うん、なんだ。すごい。それじゃあおじさんもお金持ちだったの？その質問に答えなくていいか。ごめんな。これが水木か。確かにレイナが言っていた通り、ユミにどことなく似ている感じもする。おお、なるほどね。ホステスさんとかなのかな。確かにユミちゃんとは似ても似つかなくないか。入れ墨入ってんだろ、顔似てんのかな。そして胸元に見えるのが例の花模様の刺繍、刺繍じゃねえわ、入れ墨だ。そして胸元に見えるのが例の花模様の入れ墨か。ユミの妹にしては妙に洗練されすぎた感じの女だな。おお、レイナはユミ自身妹の存在を知らないと言っていたが、ん？本当にこの女はユミの妹なのだろうか。でもユミちゃんがハルカちゃんに会いに行ってたんでしょ？どういうこと？今はとにかくこの女を見つけ出して直接話を聞くしかないな。そうだな、お店で待ってりゃ来るんじゃないか。あ、美人だね。お前なんで個人に。わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろう。なら、うん、どうしても迎えに来ることができないって。お金に困ってるわけじゃなさそうだしな。聞いたんだけど、それしか。
ユミもそう言っていたのか。うん。ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからってこれをくれたの。あら意味深な。何それは。ペンダント？その時思った。私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないって。え？もう嫌なのよ。オールバックのスーツは嫌なのよ。あー怖い。あー見てんじゃねえぞこっちよ。怖いな。はるかちゃん絶対守ってやるからな。あんた桐生さんでっか。元堂島組の。なんで知ってんだよ。お初にお目にかかります。わし五代目近江連合本部の。おい林万年。近江連合やだ。おいどんどん林博士。林博士いい名前じゃないか。近江連合ってことは錦山に頼まれたのか。俺を狙ってるんだろう。いや。ん？あ、桐生さん電話です。電話鳴ってます。どうぞ金銭と取っておくんなれや。怖えな。桐生だ。伊達だ。桐生100億の星が分かったぞ。伊達さんそれどころじゃない。お前が売ってる弓の星だ。なんだって。100億奪った。現場に指輪が落ちてたらしい。指輪。ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。いやそんな出来すぎてるね。登場会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。バカ野郎が。そうだ、明日セレナで話したい。大丈夫か。ああ。この姉妹が。お前らも弓と瑞希を。いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。なんでやねん。なんでこいつを。それは言えまへんな。わしも近江連合のもんですさかい。桐生さん、おとなしゅうその子を渡したってな。渡すわけないだろ、バカか。ほなぶっちゃけ言いますわ。ぶっちゃけ。我ほどの男をこんなところで殺しとうないんすわ。あんた、ずいぶん気が早いな。はあ？俺はこんなところで殺されるほどやわじゃねえ。言ってやんな、桐生さん。あんたは強いって言ってやんな。さすが桐生さんでんな。あ、やべえ。ほなしゃあないな。能力強化忘れてたじゃん。おい、やれ。してねえ、まだしてねえ。近江連合って何なんだよ、もう怖いよ。ちょっとはるかちゃん、あ、なんか落ちてる、なんか落ちてるな。林博士、林博士、フルネームで呼びたくなるじゃない。いけるのか、私はいけるんでしょうか。言ってやるよ、おらバカタネが。こら、こな野郎。おいおい、こういう時はこういう時は堂島の竜スタイルで行った方がいいんじゃない。行った、倒されてる。いつの間にか倒されてるじゃん。堂島の竜で行ってやるよ。わかんないけど、こっちの方がいいのかわかんないけど、この赤い線の向こう側には行けないってことなのでしょうか。おいおいおい、あ、痛いね、もうやだ。やっぱりチンピラで行こう。おいおい、どうせチンピラなんだよ。また行ってってだからよ。囲んでんじゃねえよ。せめてさ1対1でやんないか。1対1でやろうぜ。おい林博士、林博士、林博士よ、お前を先にやった方がいいのか。でも強いな、体力ゲージ。化け物じゃねえか、高木の何倍。おい、お無理無理だよ。おい、ちょっと待って、はるかちゃんは無事なところにいるんだろうな。はもうはるかちゃんに手を出したらお前ら殺してやる。私が殺してやる、言ったれよ。おいおい、なんか文句あんのか。顔面で壁ドン、壁ドンだぜ。おい、あ、待ってください、待ってください。もう林博士、錦とはどういうご関係で。私の錦は無事なんだろうな。もう錦のことが心配なんだ。おい、言ってやめてください、やめてくださいよ。なんかオーラまとってるんで、掴んでポンができるんじゃないか。いいんじゃないか、こういうことだろ、ヒートアクションとは。さあ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 、使ってやる、使ってやる。お前らのことを消してやるさ。早くしないと、早くしないと。ユミちゃんが100億奪ったの？マジ？なんで？え、どういうこと？記憶をなくしたっていうのは嘘なのかな？え？ユミちゃんと錦組んでたりする？ちょっと100億奪ってこいよユミみたいな。分かったみたいな。待ってくれよ、桐生さんのことは。え、桐生さん、桐生さんがお前のためにムショ入ってた10年間は何だったんだ。無駄にするなよ。意味が分からん、錦の考えが分からん。でも錦はね、いい子だから、多分いい子だから。だから回復してんじゃねえよ。今錦のことを回想してるのよ。錦にクソ、壊し屋で行くか。壊し屋やべ、壊し屋弱くないか。壊せよ桐生さん、やめてください。やめて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 、どういうことだよ今の。よーい、ちょっと待って。ああ、いえ、もう本当に
あ、椅子ですか。お前が椅子かい。お前が持つんかいってやつだろ。これがお前が持つんかい。私も持つんだな。私も持ってやる。待ってやるよバカ。誰がお前。あ、椅子もう一個。はい、もう一個。ほらほら、怖いだろ。椅子が怖いだろうな。この真っ赤な椅子をさらにお前の血で赤く染めてやろう。そしてこのソファーも。あー、かわいそうに、こんな立派な店よな。いろんなものを拾っている気がする。よしよしよし、待ってください、待ってくださいよ。あーねー、ごめんなさい。あ、大丈夫かな、体力は大丈夫かな。あー待って、椅子持ちます。あ、椅子、お前を持ってもいいけど椅子を持ちた。あー待って、いってーな、やばいな。大丈夫か、花瓶か、え、花で、バラで、バラで、どんだ。うわ、ロマンチック、ロマンチックな攻撃。やべえ、こんなことしてる場合じゃないか。おい、やばいな。極みを使おう。 S 持って、はい、こういうこといけんじゃないか。いいだろ、いいだろ。おい、怖いだろうな。さーてと、さーてと、これも拾ってあげよう。ういおい、痛い、やば。だからダメダメ、回復はダメ、回復はダメ、回復は絶対ダメ。おい、終わんねえじゃねえか、これエンドレスか、エンドレスか。あ、敵が回復するのはやだな。敵が回復、いっちゃい、ごめんなさい。やばやばい、一旦待って、一旦待って。ああ、あー、びっくりです、びっくりです。なんかいろいろ拾っても皿が邪魔だな、この持ち物使わない。体力回復に有効、オッケー、いいか、うん、回復しとこう。よしよしよし、あー、もう大丈夫、全然大丈夫。負ける気がしない、負ける気がしない。なぜなら私が体力を回復したからです。わかりますか、この気持ち。もう絶対負ける気がしないんだな。よしよし、林博士、グッバイ。あー、もう気になることが多すぎる。私、この人たちに追われるの？それも気になる。ねえ、なんで？わからない。今は、まだな。いや、この人、この人はなぁ。あ、何？終わったの？第4章クリアしちゃった。続けます。続けます。もうちょっとやろう。第5章の最初だけ見ます。はい、セーブ C の、え？早く謎、一つでもさ、謎を解かしてくれないか。気になることが多すぎて、もう、胸が苦しいんだ。てか、一回認識に合わせて、マジで話しつけるわ。ディベートだ、バカタレ。誰だ？病院だ。おぉ、認識！しかも、可愛い頃の認識。ええ。延命のための手術はもう限界です。おぉ。妹さんを助けるにはもう、それしか。そうか、妹。うん、いくらかかるんです。いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かるなら。優子、やってくれ日吉先生。日吉、お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。そっか、心臓か。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。それまで持つのかもわかんないしな。それじゃ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか、日吉先生。先生、本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ。何でもするからさ。怖、日吉怖。本当に何でもする覚悟ですか。医者がしちゃいけない表情してるぞお前。ああ、妹が助かるなら、そりゃ、なんだって。純粋な、錦に、付け入ってんな、お前。臓器ブローカーの存在をご存知ですか？お、ダメなやつじゃない？それ。はぁ、あ、聞いたことはあるけど。医者が勧めちゃダメなやつ。まさか。私から、そういう仕事をしている人間に、連絡を取ることはできます。なんでだよ。ただその場合、手術費用とは別に、まとまったお金が必要です。まさかこの100億なんてバカみたいな数字。3000万。ああ、やべ、意外と安いと思ってしまったけど高えな。用意できますか、錦。なんでだよ、金で命は買えないだろう。お、どうするの。うん、組長さん。松重。組長として。ああ、土下座。お前のそんな姿は見たくないけど、仕方ないのか。何の真似だ。俺に、金を稼がせてくれ。3000万、
どうしても必要なんだ。妹のために。お前、言い方はお前に任せる。まっすぐじゃねえか。だから頼む、力を貸してくれ。待ちすぎ。怖えな、松重。やり方は俺に任せる。あんた、そう言ったな。え？殺しはダメよ。初めからそうやって頭下げりゃよかったんだ。ねえ。プライドがズタズタだ。これからは仲良くやりましょうや。おい。組長さん。屈辱。屈辱。耐えろ、妹さんのためにな。せっかく組長になったのに。えい、なんて読む、なんて読む、これサイの河原第五章。ごめんなさい、肝心弱くてごめんなさい。じゃあユミの妹ってのはアレスの水木で、おそらくは100億の共犯。そしてハルカはその娘だ。行方不明だったユミはあの子にだけは会っていた。ああ。100億奪うってすごいな。ちょっとお願い、キリュウちゃんに電話番なんてさせるな。丁寧にね。できるか、ちゃんと取れるかな。取れたね。セレナです。あのセレナです、キリンですみたいな。真珠、やっぱり連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか、今どんな状況？信じ。実は、今、風間のおやっさん連れて逃げてます。逃げてる？あの後、病院で手当てしたんですが、意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見て、おやっさんを撃ったのは登場会のもんです。おい、身内が。おやっさんの居所が知れたら、また狙われるかもしれません。今どこだ？信頼できる筋に隠れが頼んでるとこです。落ち着いたら、また連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。やったね、文明の力。おっと、風間組長狙われてんのか、派閥争いとかかな。あー、セラが死んだからね、風間が後を継ぐんじゃないかっつって、おいおいおい、風間を守ることになりそうだけど、今日はここで終わります。はい、ご視聴ありがとうございました。